はい、ご視聴いただき誠にありがとうございます。ミニチュアです。今回はですね、アルミテープチューンで余った3M のテープを、このこれもカバーですね、もうすでに外しちゃったんですけど、これね、もう取り外すのは簡単、もう裏ネジ1本で止まってました。一応以前つけたものをザザッと剥がしたんですけど、剥がし跡に関しても、まあ、心配はないのかと思います。ここ2箇所外したんですけど、これ箇所は結構前にやったので、あのギザギザな100均のハサミですよね、切るやつあると思うんですけど、それ以降のコラムカバーに対してのアルミテープチューンのアプローチをかけるんで、まあこのコラムカバーだけじゃなくて、この車のギリギリいけるところまで貼っていこうと思います。ではお部屋へ行こう。はい、どうもミニチュブです。前回の続きで、続き感満載で申し訳ないです。今回ですね、以前言った最終の、アルミテープチューンに、なるんですけど、正直皆さんこの 3M とか、その他のちゃんとね、使えるアルミテープ買ったと思うんですけど、使い切れないですね。ペタペタ貼っても。で、車検に対して剥がさなきゃいけないところっていうのも、まあ、このフロントガラスのところもそうなんですけど、また、一回剥がして、また取り付けても、貼るか。貼るですね。貼っても、まだ半分ぐらい残りそうです。値段は、まあまあ、3M の場合はするんですけど、まあ一本も買っておくと、何度か使えそうです。で、最終的に、ハンドルのコラムカバーの下ですね。下と、この、裏はもう全体に貼りまくりました。なぜこういう形になったかというと、ちょうどここに、ハンドルの、この筒の部分が、来るので、それに合わせた、貼り方をしてます。それと、直接ボディに一番触れるここ、ネジを止めるところ、一箇所だけなんですけど、ここにも、このように、100均のあのギザギザハサミで、すべて切って貼っております。もうすでに、以前にもアルミテープ貼ってたので、じゃあ効果はどうなのか、再効果、実証、検証はどうなのかっていうと、多分結果は一緒なので、まあ、貼りました。で、この後、まあ、走りはするんですけど、おそらく効果は一緒だと思います。では、走り、行ってみましょう。取り付けてからね。はい。はい、ミニチュブです。今、走っては来たんですけど、まあ、正直言うと、元と結構アルミテープ、ベタベタって貼ってたので、うわ、すごいっていう、効果はね、そんなに感じない。もともと、この、貼ってて慣れていた感覚があったので、当然かと思うんですけど。そして、もう一つ理由があります。マジカルサスペンションリング、私、今、先日つけたと思うんですけど、それの、効果の方が、感じすぎちゃって、コーナリングがどうだか、どうだとか、その、コラムカバーの下につけてですよ、アルミテープを。あ、すごいここ、このコーナリングやべえとか、そんな感じはね、もう、慣れちゃってわかんないですね。以前コメントをいただいたんですけど、
です。アルミテープを外装に貼る場合ですね、コラムカバー以外の外装に貼る場合はですね、まあ、体感するにはやはりその100キロ以上もしくは120キロ以上で走らないと分かんないよっていう意見もいただいたんですよ。まあ実際そのエアロもそうだということも教えていただいたんですけど、ただ私の場合はこのアルミテープに関しての信じる気持ちですよね。あ、効いてるとか、なんか、あ、これ貼ってんだよとかって、貼ってるからこういう走するんだとかっていう想像もですね、私は必要かと思います。先ほど山道から、市内の方へ降りてきたんですけど、やはり走り慣れた道じゃないと、分かりにくいですね、結果って。今ここから120キロまでぶっ飛ばすこともできますが、捕まっちゃうので当然できませんよね。いきなりここがこうテストコースとかだと、一気に120キロまで体感するまでアクセル全開で踏み込んでやるってこともできるんですけども、そうすると YouTube または Google からも一瞬で追い出されて、二度とね、YouTube さえさせてくれなくなるっていう最近この厳しい状況ですので、やはり私の場合はですね、画像のに動画を撮りながら喋るっていうのはやっぱり10分前後が限界ですかね。よっぽど調子よくっても19分とか20分を超えることはほとんどないと思いますね。実際上今は、20分ほど走っております。動画でどれだけ出せるかわかんないんですけど、喋りながらこう効果を感じるっていうのはほぼ不可能だと私は思ってるんですよ。プロじゃない限り、別にその整備士の資格を持っているとかそういう知識が特化しているとかいうわけではないんです。ないので、ただそのトヨタが出してるアルミテープチューンが私は1回目のブームだと思ってるんですよね。それを真似ていろいろ YouTube 内でもいろんな方が、ベタベタと私も含めて貼りました。そして、以前どれ貼りますかってやった、株式会社ヤックさんから一般的にこうもっとね買いやすくなって出たと思うんですけど、それが、2回目のアルミテープチューンの、ブームだと思ってます。あ、大事なこと言わせた。アルミテープを剥がした後ですね、剥がし後のことは先ほど私初めの方で申し上げたと思ったんですけど、ほこりですよね。さすがにカバー外すと、クラブカバーですよ、外すと結構ほこり溜まってたんですけど、不思議とそのアルミテープを貼った周りですよね、その周囲って不思議とほこり
なかったように思います、まあ、それはその脱臭する前の時に、気づきました。あれこれほこり少ないな、まあ、そういう感じですね。あっと気づくのですね。さすがにね、あの今のすごいね付け替え感あるところなんですけど、リアがね突き上げ感残ってるんで、もちろんラバースペーサーをつけていこうと思うんですけど、私が思っているラバースペーサー、つけたいラバースペーサーがどうやらリアに関しては、赤いラバースペーサーですよ。つけそうにもないので、黒い分が確かあったんですよね。それよりちょっと安いやつが、それを取り付けようかと思っています。まあ、なぜかと言いますと、まあ、取り付け画像にもうあるんですけど、バネ中心のところのバネ隙間が全くないので、それで、上の方か下の方かにつけるような、ラバースペーサーを選ぼうと思います。もしかしたら、動画が前後するかもしれません。その辺はご了承願いたいです。なるべく、見やすいように、していこうと思います。よろしくお願いします。本日もですね、ご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録、評価の方、よろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ミニチューブ TV でした。